2番目の生え揃った黒松の4番お手入れしていきます。おはようございます。今日はですね、黒松、じゃがじゃんと黒松の4番 KRM の4でございます。はい、この黒松の4番を今日はお手入れしていこうかなと思います。この黒松は目切りしたんですよね。今年目切りして、まあ2番目が生え揃ってきたのでフルバを取っていきたいっていうのと、足元掃除したいっていうのと、あと針金かけて静止してみようかなと思います。じゃあそんな感じでやっていきましょう。はい、じゃあ早速やっていきましょう。黒松の4番でございます。はい、今日剃っていくのは黒松の4番こんな感じですね。一周ぐるっと回しましょうか。2番目が吹いてきたんですね、目切りして。なのでこういう若いやつは2番目で、長いやつは去年の葉っぱですね。で今日はまあ足元汚いんで、まず足元掃除したいのと、あと2番目吹いてきたんで、抜ける去年の葉っぱは抜いちゃって、抜けない去年の葉っぱはカットしたいなといったところ、あと枝がね、針金外して若干緩んでるんで、まあ巻き直して締めていきたいなと思っております。じゃあそんな感じで、まずは足元の掃除したいですね。はい、足元の掃除からやっていきます。はい、足元の掃除完了しました。こんな感じですね。ほい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 と幹肌も若干割れが始まってますね。少しずつ古さが乗ってきたといったところでしょうか。足元もね、綺麗にし続ければなかなか面白い感じになりそうですね。気になるのはこのラインっていうんですか、このライン、このライン、あとここ、これなんか針金食い込ませてる、針金食い込ませた幹ってなんかこんな感じの姿になりますよね。ちょっと怪しいなといったところ。僕個人的には針金食い込ませて作る系のやつってあんま好きじゃないんで、まあ最終的に馴染んでくれればいいんですけど、見た目が好きじゃないとかじゃなくて、このやり方が好きじゃないんですよね。針金食い込ませてっていうやり方あんま好きになれないんで、できればねそういうやつは避けたかったんですけど、もしかしたらこいつもそうかもしれないですね。うん、まあ食い込ませちゃったのはまあしゃあないんで、まあ、育てていくしかないんですけど、僕自身がやるときは絶対こういうやり方はしない、好きじゃないから個人的にね。まあそれでいい肌が作れるんだったらいいっていう方もいるとは思うんですけど、僕は好きじゃない。足元の掃除完了でございます。ボディがこんな感じ。うん、はいはいはいと、で次はフルッパスカシやっていきます。去年の葉っぱで抜けるようなところがあるんだったら抜いていきたいなと思います。じゃあ早速やっていきます。はい、去年のフルバスカシ完了しました。ちょっとね長いやつありますね、今年の葉っぱの中でも。今年の葉で長いやつもあるし、抜けなかったフルバもあるし、ちょっと長いやつカットします。はい、長い葉っぱカットしておきました。こんな感じですね。はい、うん、いい感じで、あとは針金をかけていくと、構想的にはまずこの差し枝ですね、1の枝兼差し枝つかめない、こいつをね下げたいんですよ。グッとグッと
ぐぐっと下げたい。こんな感じかな。で、あとは他の枝にも針金巻いて必要な方向に全部枝振っていこうかなと思います。じゃあ針金巻いていきましょう。はい、針金巻き終わりました。こんな感じですね。とりあえず全部の枝に巻いてみました。あとはこれでさっき言ってた差し枝を下ろしたり、あと他の枝ね、必要そうなところに振っていきたいなと思います。じゃあ静止開始。0.9 ミリじゃさすがにこの枝下ろせないですね。下ろすほどの力がないので、ここはしょうがないんで、ちょっとボディと引っ掛けてひねりたいと思います。はい、こんな感じで引き下げておきましたと、まあ、あとはね、最後に微調整、引き下げが足りないようだったら、まあ最後に微調整すればいいかなと思います。一旦こんな感じで引っ掛けておきました。はい、こんな感じで枝振っておきました。はい、全部下ろした感じですね。で、もちろん2段目以降というか樹幹部、この辺りはもうスッカスカなんで、まあ、ここをね、今後どう埋めていくかっていうところが課題なんですけれども、まあ、こいつに頑張ってもらうしかないかなと思ってて、こいつですね。はい、少しずつ少しずつ成長していって、だん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 この辺りを埋めていくようにすると。はい、一応ね、この辺の枝をどれか持ってきてこの辺りになんとなく埋めることはできるんですけど、なんかね、どれ持ってってもいまいちだったんでやめときました。こいつの成長に期待ですね。なので今はもう頭なしっていう状態かな。少し今時点での見栄えは悪いんですけど、こっから数年、5年もかかんないとは思うんですけどね、こっから 2,3 年で少しずつ少しずつ目数増えてきて、まあこの辺から胴吹きしてくれても面白いですし、こいつはね、地道に育てていくっていうところかな。育てていけば、まあそれなりに埋まってくるでしょう。こんな感じになりましたよと。はい、じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。はい、終了終了終了。ほい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 。はい、終わりました。黒松の4番お手入れ完了でございます。はい、さっきも説明したんですけど、まあ、頭の部分がね、何もないっていうか、もうこれが顔みたいな感じになってるんですけど、はい、すごく寂しくなりましたが、まあこっからですね、この芽が充実してきてくれるのを待つばかり。はい、そんな感じで以上です。
東証の超発酵油かすおまかせ、これ新しいやつ買ってきたんで、まあ、こいつをねさらに置いて10月11月中くらいは聞いてくれると思うんで、来年のために元気をつけさせておこうかなと思います。はい、これね匂いがないし鳥に持ってかれたりとかもないみたいなんで、めちゃくちゃ僕は気に入って使ってます。バイオゴールドに比べるとかなり値段的にもお得なので、もしかしたらバイオゴールドと入れ替えるかもしれない。バイオゴールドもねなんか効きそうですごい好きなんですけど、ちょっと、ね、値段高いんで、こっちがめちゃくちゃ効くんだったら、まあこんな感じの粒々なんですけど、これ中流ですね。中流の袋に入ってるのはこんな感じの粒々です。こっちの効きがいい感じだったらバイオゴールドと置き換えになるかもしれない。まあどっちが効くかっていうのは分かんないんで、まあどっちも使ってみて、バイオゴールドもねまだまだ余ってるんで、それも使い切ってから考えようかなと思います。バイオゴールドの方が良かったなって思うんだったらバイオゴールド買うし、こっちで十分だなって思うんだったらもうバイオゴールド買わないしっていう、はい、こんな感じで置いてきました。はい、でこれで放置いたします。黒松の4番お手入れ完了。はい、ということで本日の作業は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。